一番うるさいこのグループにだな、ちょっと来たんだよ。いいじゃねえか、喧嘩うるさい、なんだよ。まあいいじゃねえか、あんなことは。ニックスすごい、すごっ、すごっ、あのね、怖っ、うるさいやろ、この野郎。あのね、あんた、あんたじゃねえば、お前ら。さっき立ってるから、うなり声に包まれる中、暴走族の総長が、総長来た、リポーター、ミッキー・安川にいつもをつけ始め、危ないんちゃうの、こんな。だからさ、おたくがさ、ね、テレビでさ、暴走族なんかね、一人一人みんなぶっ飛ばしてね、こんなやつは殺しちまえばいいんだけど言ってるでしょ。殺したとは言わないんだ。でもそういう、同じようなこと言ってるでしょ。だそれ聞きゃみんな熱なるわけよ。俺が言ってるのはね、そういうことじゃないんだ。俺が言ってるのは、青春をぶつけるのは結構だけども、結構だけど何、でもそれでもし、事故を起こして敷かれた人たちの家族のこと思ったらさ、さ、かわいそうだろ。それは暴走族だけに言えることじゃないでしょ。だから過激派にも言えることでしょ。それは悪い、あいつは一番悪い。ね、その例えばね、この中で、まあ、間違えて人殺しとかなんとか起こしたら、殺人なんかしちゃ引いて、なんかいらないよ、うちのグループにそんな方が。この中で事故起こしたことある人手挙げて。え、ちょっと手挙げる。アホや、なんでこれ、あーろ、この野郎は草木だけで生きてんだよ。いや、ちょっと待って、日本人の悪い癖はね、バカ野郎、ふざけんじゃねえよ、どうも悪いんだよ、今言うから。ちゃんと見て。いや、だけどな。